せーの、下町上町中町です。始まりました。ということで今日は何ですか。今日はコストコ。はい、ということで僕たち3ヶ月に1回コストコ行ってるんですけど、はい、それが今です、はい、ということで早速今回も、まあ、また新しいのも買っちゃったり、はい、おなじみのもの買っちゃったりしてるので、交互に紹介していこうと思います、はい、じゃあまず僕から、はい、まあこれはあやも買ったね、うん、後ろこちらキュキュットのボトルですね。超巨大、超巨大。これはもう本当に買った方がいいですよ、うん、お安いですし。安いかは分かんないけどね。いや安いよ、こういう大量のは、うん、いやでもスーパーでも売ってるよこれ。でもコストコの方が安いと思いますそれはそれはさすがに。だってコストコなんだから。いや分かんないよ。あとちょっとこれ白い、もしかして飛んでる、これ飛んでんのこの白さ。ここまで行くと飛ぶ。ここ行くとちょうどいい。ちょうどいいか。本当はこんなに白くないです。あの思ってる以上になんか画面見るとめっちゃ白いけどそんなに白くはないです。ということでこれをまず2人兄弟で1本ずつ買いました。兄弟で関係ないでこちら煎茶買いました。これは俺がイケア爆買いの時に買ったの覚えてる。俺お茶のやつ忘れた。あ、買ったのね買ってで、お茶作ってるんですよ、うん、なんでちょっとでかい、これうまそうなのあったんでこれをイケアの急須みたいのでちょっとやりたいなと思って買いました。そしてこちら車のひさしカバーみたいな、うん、駐車場とか止めてるとやっぱ車ってとんでもなく熱くなるの、うん、で、うちの車も黒だから、うん、そのめっちゃ熱くなるの車内が、うん、これから夏じゃないですか、うん、なのでこちらを2枚買ってみました。これ使ったらまたレビューするわ、アルファードに合うとか、うん、で、あやどうぞ。まずはこちら、はい、ガムテープ。はてないらない。完全なるガムテープだから。ガムテープだよね。完全なるガムテープえ、ガムテープ忘れるのやばいって。ガムテープお前どこで使ってんの。ダンボールとか捨てるときにまとめるときに。ああ。そう、なかったから。通販系女子だもんね。いや、そんなことない。あ、そんなことなかった、嘘です、ね、あなたと違ってたくさんお洋服いただくのではい、あの僕にも服くれませんかそのちょっとあのヒカキンさんの話になるんですけど、うん、あのミソキンで出たじゃないですか、うん、で話題になってすごい、うん、であのアヤはヒカキンさんと絡みあるというかその、うん、鬼ごっことか、うん、でヒカキンさんのチャンネル出たりしてるもんね、うん、だからその絡みがあるんですよ、うん、でうちの事務所にも、うん、送られてきて、うん、中町アヤ宛てで、うん、あのミソキンさんのミソキンとかが、うん、俺宛てなかった。え、だって絡んだことないでしょ。見たこともないでしょ。え、見たことあります。あれでしょ、レペゼンのあれでしょ。そうだよ、カメラマン。そんなんスタッフじゃん。絡んでなくても知ってるっしょ兄弟でやってんの。まあ、それです。はい。で、続いてこちら。あ、ちょっと飛んじゃってるかも。うん、ケイソルやつ。うん、これね、マジでね、もうコストコのこれじゃないと無理なんだよね。これ、なんなの。全身使えるよ。全身使えるけどこれ A 型じゃありえないよね、多分ありえない、ありえないけどちょっと飛びすぎだよな、うん、OK A 型じゃありえないこれすぐなくなるんだよね、マジで。これが、この部分が保険の。あー、このぬるぬるの部分ね。そう、ぬるぬるの部分がマジですぐなくなる。確かにぬるぬるの部分ってめっちゃ大事だからね。そう、あれがあるかないかで反りやすさ全然違うから、ね、変わったんだよね、前とは違う。これか。そう、これマジでいいよ。女子は使ってると思うけど。え、男子は使えないのこれ。え、使えると思うけどちょっと弱いみたいな。弱いと思う、毛が濃いとかだと。産毛とかを剃るようだ、女子の。軽めに剃るみたいな。あやもそんな生えてこないから、うん、あれだけど、たまに。はい、これおすすめですね。そう、これずっと欲しくて、コストコじゃないとさ、こんな大量に入ってないから、この替えが。あー、なるほどね。そう、これは女子は絶対買うべき。みんな買ってみてください。はい、いいよ、次。そして、こちら激落ちくんです。これはね、もうほんとどこにでも使えます。風呂場、洗面台、キッチン、そして車まで使っていいのか分かんないですよでも俺らは使ってます。これがもうほんとに前回のコストコかな、でも買ってます、うん、で、また買いました。一回使って終わりってこと。うん、基本はね。へえ。こちらもじゃじゃーん、キッチン用品ですね。鍋とフライパンと鍋です。てか言うの忘れてたわ。あのさ、あやもイケアでこういうの買ったんだけど、うん、この手の持つところまで金のやつだと、うん、ここも熱くなるの、うん、だからめっちゃ使いづらいんだよね。言って、ね、言うの待って、言ってよ言ってよ、ティファールと悩んだのに。でも最近僕たち、うん、まあ、僕たちって言ってもあの僕たちじゃないよ、うん、運転手さんと僕たち、うん、すっごく実用してまして、うん、まあ俺は作ってないんだけど、うん、一緒にスーパー行って、うん、で最近煮込み物とかも、うん、何煮込み物って。ブリ大根とか。おー、もう作り始めてます、うん、しかも自分で作ってるの入れて、醤油とかみりんとか、うん、でやったりしてます、うん、で鍋1個しかなかったんだけど、うん、煮込み物をすると煮込めなくなる、うん、なので煮込むために煮込めの鍋を買いました。これはね、使ってみてまたレビューしますね、この銀のやつ。すいません。そうやって飲むのやめたらこう
こう上唇を全部つけて飲むの。え、なんで？もうついてるからね、黒いのポンポンポンって。え、どうやって飲んでるの水。この下唇だけで支えて上はつけないで飲む。もう俺上ガン入れ。こういうこと。まあ下についてない。ついてる意味ない。なんていうの、そんな唇え、だからみんなみんな本当にどうやって飲んだか教えてほしい。まだついてるでしょ。どういうこと。結構口に入れてる、もしかして。キャップ、いや入れてないけど、それはないけど軽く、うん、もうそんな感じ。そうやって飲む前はついてない。うん、ついてない。あ、なんか飲み方まで教わっちゃって妹にペットボトルの今度俺はこれ見えるかな、こうこの上唇で疑問こんな感じで飲んでるから上唇にめっちゃつくの。豆知識ですJP の豆知識。じゃあまず、はい、こちら豆乳。これもあやが毎日飲んでるやつね。そう、毎日飲んでる。普通のやつって何味。つまりノーマル。ノーマルって何味。豆乳って牛乳に近い。いや牛乳じゃない、ちょっと癖ある。なんかあやもう嫌いだったんだけど、この、うん、ただのやつ、うん、最近豆乳毎日飲むから、うん、ノーマル飲んでみようと思って飲んだら美味しくて飲めるようになったから。あ、普通にね。そう、ノーマルにしました。え、豆乳って何の効果があるんだっけ。え、なんか知らん。まあ大豆だから、うん、いいんじゃねみたいな。体にいいんじゃね、うん、そして毎度おなじみデカトイレットペーパーです。これは半分にします。うん、これね正直一人暮らしの子といたらやりすぎ、うん、だからなんか人と分ける3人とかで割り勘とかして分けるといいと思う。俺らも毎回半分にしてるから、うん、これちょっと大量すぎるのね。でもあやこれ全部もらってもいいよ、ちなみに。うん、なんでえ、あや置く場所あるから。そっか、うん、4ロールぐらいの方が。ああ、いいよ、うん、という感じです、はい、これは、だからトイレットペーパーいろいろ種類あるんだけど、うん、コストコでこれ買ってください。これが一番お尻に優しいやつ、うん、で、ミスるとあの、硬いやつになるんで本当気をつけてください。僕たちはもうテディベアのうんこでもないまだ残ってるしで、まあ、うん、ありきたりな。もうみんなおなじみですよね、はい、こちらあの、こういうのかっこいいよね、出し方犬のウエットのやつ。めっちゃ回るんだけど。ウエットです、はい。めっちゃもうそれ本当になくなりそうだったから、うん、マジサンキューなって感じチャラ級に回してサンキューな結構本当に3ヶ月に1回のペースがコストコいい感じ。はい、いい感じ、いい感じ。そうだよね、ちょうどいい。そして これもかな、これこちら、はい、クロスだっけ、なんていうの、クロス、フロス、え、ほんとにフロス、デンタルフロスって言うでしょ。あ、フロス、フロス、はい、です。疑わないで、わかんないのにこれは、え、これ、あれ糸のやつ、こう。そう、糸、糸。え、そう、やり方できる。こうやってなっててさ、ここに糸があってさ、うん、こういうプラスチックの機械あるやん、うん、こういうやつ、うん、あれの方がやりやすくない。いやでもさ、これ手でしょ、手のやつでしょ、うん、こうやって手でぐるぐるってやって変わってやるでしょ、うん、いやさ、毎回それって同じやところをさ、同じやつでやるじゃん、それが嫌なの。え、どういうこと、どういうこと。いやクロスだったら、うん、このあ、フロスだ、フロスのこの糸板だったら一個やったところをまた違う場所でこうやってできんじゃん、うん、あー、なるほどなるほど。だからこっちの方がいいのよ。そういうことね、うん、え、これやるの難しくない。で、たまにさ、チューって指から抜けちゃったりしない。全然。あら、しかもこれね、スースーするの。うん、それがいい、さっぱりするんだ。うん、これ毎日やってます。はい、これ絶対やった方がいいからね、うん、これかウォーターピックっていう、ピックウォーターみたいなやつあるんですけど、水を飛ばしてやるやつね、うん、あれ絶対やってくださいね、みんな発信でいくんで。で、続いてがメリキュット。うん、腰まであるやつは持ってるんだけど、うん、この太ももからのやつは、うん、あの飛行機とかでも履けるし、うん、あの、脱ぎ着が簡単言いたいことは分かったけど、俺も言葉出るんだけど、なんだっけ、着脱というか、そう、うん、脱ぐのとかが簡単だから買いました、うん、はい。え、本来は腰のやつの方がちょいいの。え、どうなの、寝る前とかだったら。いや、分かんない。やってんの、毎日。やってる。うん、で、うん、こちらホットアイマスクです。はい、これは僕昨日も使って寝ました、はい、飛行機移動とか、うん、車移動とか、うん、多いんで、うん、これで熟睡します。はい、じゃあ僕行っちゃいますか、大物でも。そして今回僕が一番喜んでる買い物、こちらでーす。うわー見てください、こちら手をかざすとウィーンって開くゴミ箱ですね、うん、僕ん家のゴミ箱もこれ違う種類だったんですけど、手のウィーンのやつだったんですけど壊れちゃったんで。え、電池入れ替えても。電池入れ替えてもっていうか、あの電池の蓋の閉める部分がゴミ箱にそのまま入っちゃって、うん、抑えられない電池を。あーっていう状態でもう使えなくなっちゃったから、うん、こちら買いました。これめっちゃもう俺嬉しいの。ほんとにゴミ箱開いてる状態だったからずっと、うん、それ嫌じゃん、うん、ウーバーとか捨てられないし、うん、っていうのでめっちゃ嬉しいです。これ生活が豊かになりました。そしておなじみ
カラフルティッシュです。これも半分に分けます。これはもう普通にいいですよ。で、まあこちらか、先にお花、この黄色い、これ僕最近、僕のインスタのストーリー見てくれてる人分かると思うんだけど、玄関にお花置くの、ハマってて、それも IKEA 爆買いの時に花瓶買って、で、お花をこうやってやってます。ちゃんと毎週運転手と一緒に花屋とか行って花選んで、あ、これいいんじゃない。で、僕たちまだ黄色チャレンジしたことないんで、それ夏になりかけてるということで、ひまわりをイメージした黄色を買ってみて、周りのこの白いふさふさも買っちゃいました。男二人で何やってるんだよで、もう食べ物部門に行っちゃいたいと思います。じゃあまずは、毎度おなじみのアサイの素。はい、これみんな買ってんのかな、あやのあれで。どうなんだろう、アサイは本当にいいらしいよ、体に。本当にいいよ。うん、もうアサイの素もこれもなくなっちゃって、ブルーベリー買って頑張って作ってたから。うん、手作り系でね。うん、でも友達は苦手って言われた。味、うん、いや、俺も苦手だもん。え、マジで。うん、そんな大したしなくない。いや、する?うん、ちょっと独特だよ。あと見た目も、見た目かわいいじゃん見た目かわいい。アサイかわいいじゃん。かわいいかな。はい、はい、前でおなじみのやつね。で、続いて前でおなじみの牛タン。はい、牛タンは俺別に前でおなじみじゃないからさ。嘘。うん、あんま持って帰ってない、あやが全部食べるから。あ、そっか。うん、これ美味しいの。もうめっちゃうまい。美味しいんだ、マジで。焼いてもうまいし、うん、この間はポトフの中に入れたんだけど、煮込むから、ね、うん、うん、めっちゃ美味しかった。ポトフでも。え、ポトフってさ、コンソメスープのやつ。そう。ああ、うちもやってます最近。うん、それに入れれるってこと。そう、切って、切って、どれぐらいのサイズで。いや別にそんなんで自由だ。いいえ、作るからまあ半分ぐらいじゃん。分かりました。はい、はい、これ美味しいです。はい、めっちゃでかいからね、特大。しかも牛タンって結構さ、うん、当たり外れあるじゃん。うん、硬かったりとか、すごい、あれ臭かったり。そう、あるね。全然マジで結構高級な焼肉屋とかよりも好きかも。うん、普通に。分かる分かる。けど4000円するんで意外と高いっていうね。普通に高いのか。普通に高い、いい肉だと思う。うん、660g で4000円、だから結構高いと思うんですけど、うん、買ってみてください。親にお願いしてください。で、続いてが豚バラ。大量豚バラ。そう、もう豚はさ、あってさ、何でも使えるから。何でも使えるじゃん、うん、何でも使える、本当に。だから、あの冷凍してるんですよ、あや、うん、スーパーで買ったやつとか、うん、初めて買ったのコストコだね。そう、なんか楽しみ。これは 1556g だからめっちゃ多いの。でも、逆に言うと2300円。安いよね。意外と安いんじゃないかな、うん、これは。食べてみて、今度感想を言います。で、続いてこちら、海ぶどう。はい、大好きだな、海ぶどう。あやは海ぶどうも超大好き。そう、で、初めて見た。いや、初めて見たよね。初めてじゃないと思うよ。え、マジで。うん、で、その購入して買っちゃいました。はい、はい、どうぞ。あ、で、海ぶどう、これジュキアの動画でもあったんだけど、コナンちゃんとコストコパーティーみたいな時に、うん、これジュキアが冷蔵庫入れてたの。うん、で、取り出してコナンちゃんが見たら、めっちゃしぼんでるみたいな、うん、言ってたんだけど、これ常温保存なんて。うん、14度以下にしたら、あの、中のつぶつぶがしぼんじゃうらしいから、それ気をつけてね、みんな。へぇ、うん、これは、あの、常温保存、外に出して涼しい場所に置いておいてください。はい、そして、毎度おなじみ、巨大サーモンです。これは、ここでしか食べれないよね。うん、コストコでしかないの、このサーモンって。サーモンって、安い魚だから、うん、高級寿司屋にサーモンって置いてないの。一番美味しいサーモンはここ。うん、か、銚子丸。だよね。うん、どっちかのサーモンがめっちゃ美味しくて。これもね、1000g で5000円。結構いい値段。うん、サーモン。しかも、最近値上がりしたから、うん、お母さんたちも最近買ってないみたいなこと言ってて、サーモン。うんうんうん。高くなっちゃったから。そう、店員さんも言ってた。高くなったって。うん、でも僕たちは、まあ、大好きなんで、買いました。うん、はい、で、その代わりに僕たち、今回、毎度買ってるイクラ、我慢しました。企画なのに企画なのに我慢しました。そしてこちらも前でおなじみ、ライスバーガー。これはもう俺らの動画見てくれてる子は分かるよね。うん、これはもうどんだけうまいか、うん、本当に食べてみてください。これは親も喜ぶと思う。学生の味って感じだからしたら、うん、朝ごはん、うん、朝ごはんにこれ1個で全然いけるから、うん、食べてください。そしてこちら、だん、お米ですね。うん、あの、チンでできるお米。うん、あやも俺もいい炊飯器買ったから、うん、米炊いてる最近。炊いてる。俺もめっちゃ炊いてるんだけど、うん、即座に食べたい時ってあるじゃん。うん、もう本当にもう即座、うん、30分も間違いない、うん、そういう時はこれ使おうかな。うん、てかさ、無印か、うん、炊き込みご飯とか、うん、もたんの、うん、あれやってることある。ある。めっちゃ美味しいんだよ。美味しい。無印の炊き込みご飯の素とか、舞茸ご飯の素とかあんだけど、それ買ってやってみて、家とかでお母さん喜ぶと思う。え、マジマジマジ、ちょっとそれだけ買ってきて、お母さん、うん、今日炊き込みしようよ、うん、本当に美味しいから。うん、最近米ってどれぐらい炊いてる。どれぐらい。何合炊いてる。1合。あー、やっぱそうなるよね。うん、俺ら1回の食事で3合なんですからね。
マジでめっちゃ食うの俺ら、うん、だから3合食べてます米。1合でも冷凍して、うん、その次の日に食べてます。冷凍して解凍するとやっぱあんまり美味しくないの米。いやそんなことない、すぐさま入れるから。なるほどね、うん、まあそんな感じで米もちょっと炊いてるんですけど、それとは別に買いました。そしてこれもすごくテンション上がる、特にお子様の皆様これ家にあったら嬉しいんちゃうっていうのが。それでは最後の商品を見せたいと思います。ジーン、ファンタグレープ缶です。やばい、これ上がるよね、うん、俺コーラかジンジャーエールか悩んだの、うん、けどこれが一番上がる。なんかジンジャーエールとかコーラって店で飲めるイメージあるのよ、うん、分かる、飲食店とかでジンジャーエールくださいとか焼き肉屋とか。ファンタグレープってファンタでしか、確かにこれでしか飲めないの。確かに、だから俺これ欲しくて買っちゃいました、うん、あやとこれもちょっと分けます。店にはないね。そう、店にないのよファンタグレープ、うんうんうん、だから俺飲みたいなと思って全然飲んでないでしょ。飲んでない、だからちょっと買っちゃいました。これいいなんでいいよね、うん、っていう感じですかね。今回もカットなしでお届けできると思います合計金額は、あ、合計金額が確か前回のコストコの動画が俺7万いくらって覚えてるのすごい、うん、で今回のコストコレシートですね、こちら6万1323円です。おー意外といかなかった、うん、だからね食べ物ねちょっと買ってないよね。確かに、いつもはあのプルコギとか買ったり、あとイクラも買ったり、イクラも5000円ぐらいするし。確かに食事がね少ないので、なんでかっていうと僕たち明日から北海道行くんだよね、うん、で北海道行くからちょっとなんか即座に食べれる系を買わなかったの、うん、冷凍で持つものだけしか買ってないからちょっと抑えれたっていう感じですかね、はい、で今回一番高かった商品、あ、ゴミ箱も意外と安いわ。でもいくら8000、安い、安いのか高いのか分かんないけど、ゴミ箱で8000って多分高いけど、もっと3万ぐらいすると思う。そう、2万とかすると思ったから、うん、意外と8000でした、うん、そんなもんなんだ。あとはキッチン用具だ。あー、ゴミ箱とキッチン用具が8000、あとはまあ基本的にはいつも通りの感じなんで、そんなに高いのはないですねって感じです。で、これはいくらなの。30巻あるってことでしょ。30巻で1本いくらだと思う。安っ、マジでめっちゃ安い。これ30本だ、うん、いくらだと思う。うわ、これお得だわ。120円ぐらいするよね、普通は。普通は120円とか 100円ぐらい。子供の頃は100円だったよね、うん、けど多分値上がりして120円ぐらいなんじゃない、うん、お得だわ。いくら。1498円。おー、1本50円やばっ、めっちゃお得じゃない。うん、今回 R1 より安いよ。 R1 ね。 R1 は多分 M1 のやつ。あー、 R1 って1本100円ぐらいするよね。する、コンビニだったら全然する。ヤクルト1000とかももっと低くするもんね。うん、めっちゃ50円でも体には悪いです。めっちゃ50円って体には悪いですよ、もちろん、うん、乳酸菌とかないんで。今回ゴールデンウィークに、うん、ゴールデンウィーク期間中にコストコ行ったのよ、うん、だから結構混んでて、うん、俺最近ハマってるというか、うん、面白いなーって思うことがあって、うん、最近家族連れを見ることが多いのゴールデンウィークって。顔が似てる、あの親と子供の。俺それ見るのめっちゃ好きで、うん、なんかうわめっちゃお母さんにやんとか、うん、例えば今日あやも多分記憶になるかな、うん、多分ハーフの兄弟で、あお母さんが日本人、うん、でお父さんは多分今回いなかった、うんうん、だけど、あ顔似てるなーで、お父さん外国人の人なんだろうなとか、うん、そういう顔似てる誰と誰の、うん、妹とお兄ちゃん。え、似てなかった全然。似てました。え、全然似てない。同じ鼻同じ鼻鼻だけでしょ。高い、うん、あやも思ったよ。だけど、あ、似てないなと思った。うん、あとは俺らに話しかけてくれた姉妹がいたのよ、うん、俺らって俺じゃなかったわ、あやの、うん、で、ちょっと恥ずかしかったのが、うん、その最初俺のこと見て、うんってうん、で、話しかけても、あの、すいませんって、それ、あ、ありがとうございますって言ったら、あやに、中町あやさんですよねって、からありがとうございますって、恥ずかしかった、普通に、中町兄弟ですよねって言ってほしかったわ、中町あやちゃんですよねって、恥ずかしかった、ね、うん、ちょっと恥ずかしかった、その姉妹が、ずーっと手を組んで、一緒に買い物してるの。いや、友達じゃないの？絶対お母さんがいたの。で、2人に対して、同じ口調だったの。うん、だからすっごく仲いいなと思って、うん、普通なのかな姉妹って。え、どうなんだろう。でも姉妹ってなんか仲いいよね。うん、姉妹って仲いいし、あのベタベタするイメージもあるんだけど、うん、にしても高校生大学生ぐらいの、うん、兄弟だったんだけど、あ、あとやめて爪気持ち悪い、爪でめっちゃちょっと待って超気持ち悪いんですけど、穴開けてやったでも分かる、これめっちゃ楽しいよね。ね、違う、純平ネイルしてないから、なんか汚い、あやのネイルしてるから綺麗、穴が。え、汚いですよ。
で、何で、それを見て、なんか姉妹っていいなと思ったりもしました。で、俺はなんか家族見るの本当に好きで、うん、すっごい俺もいろんなジロジロ見ちゃったんだけど、うん、あと会った家族で言うと、あ、てかコストコに一人サウナが売ってたの、はい、売ってたサウナのあれが、あやがコストコで一番テンション上がってた、うん、今までのコストコの中で、うん、で、本当に悩んでました。悩んだ。で、マジで。でもさ、置けるよ。マジで置ける、正直。あやんちのベランダだったら、しかもベランダじゃなくてもこことかでもいいわけじゃん。やだやだ、ぶっちゃけぶっちゃけた話ね。まあね、まあ、その部屋とかでもいけるし、その部屋がいいんじゃない。でも家の中でサウナってちょっとあんまり気持ち高まらなくない。あー、外の方がいい。でもさ、うん、雨とか不安じゃない、うん、配線とか。俺その部屋に置くよね、俺だったら。そう、テンション上がっちゃった。あー、だから一人サウナ24万円ぐらいだっけ。うん、23万。23万円なんだけど、すごくない。うん、23万円でサウナが買えるの、コストコで、うん、あれはすごいよね。でも一人しか入れないから、うん、やっぱ友達とかとさ入りたいじゃん。サウナ、うん、まあそれがね、いいよね。そう、だからちょっと、一人暮らしで一人サウナ置いてんのはなんかちょっと行き過ぎだよね。ちょっとね、ちょっとやりすぎてるというか、あ、一人で生きていけるんだね。そう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 、うん、いや、そんなのは思わない。別に一人サウナとか一人で生きていけるなんて思わないけど、なんか自分で自分のことをなんか楽しませちゃってる。なんかもうちょっとどういうこと。友達とかもいらないんだみたいな。あー、なるほどね。サウナに行く楽しさとかもあるからね。あー、そう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 、なるほどなるほど、うん、もう一人で行動する人みたいな、うん、でもまあ、てかまだ早いと思う。うん、あの 22で一人サウナ家にあんのはちょっと早い、ね、うん、30ぐらいであればいいと思うんだけど、うん、ぜひみんな誰か買った人感想教えて、うん、教えて、うん、家族のお父さんがサウナ好きとか説得してみたら。あー、で家族でさ4人で入るサウナ入りたいなんて思わないじゃん、うん、だから一人ずつ入ればいいだけじゃん、うん、ちょっとお金持ちになるから最悪実家で受けるよね、あれ。だってあいたちの部屋さ余ってるしさ。うん、ありね。いや、でも別にいらないか。ね、実家でさ、親に試させるレビューさせる。どんな感じって。まあでもまあありっちゃあり、うん、だけどまああのちょっと衝撃だった、あのサウナ売ってたの。買ってみたかったけどちょっと怖いから、うん、ちょっとレビュー誰か。そうね、とかあとは後でネットで調べます。はい、普通にあの何度まで出んだろうね、あんなの。確かに100度とかでさ出ちゃったら危なくない。なんで、なんか独身用じゃん、どちらかというとあれ、うん、一人で入っててさ、うん、倒れちゃうと。まあそんな後から考えたらいいでしょ。倒れちゃう人はまずサウナしないし。あ、そうですよね。とかもういろいろ考えちゃったりみて、はい、うちの家族ってさ別にゴールデンウィークの思い出ってなくない。ハワイとかゴールデンウィークじゃん。夏休みだっけ。夏休み、なんかゴールデンウィークに旅行行った思い出はない。え、そう。うん、でゴールデンウィークってみんな部活めっちゃあるよね、確か。あー、あったわ。やま、確か部活があるから、うん、夏休みとかって休みがちゃんと、冬休みとか部活も休みがあるんだけど、うん、ゴールデンウィークって確か部活の休みがない。確かに。だからあの旅行とかあんま行かないよね、みんな。確かに。で俺今日ゴールデンウィークみんな楽しんでるってストーリーあげたの、うん、そしたら結構、うん、部活っていうのが多くて、うん、あと大学生は暇すぎる、うん、そうだね、なんか暇すぎるってめっちゃあった。へー。で、なんでかっていうと大学生って例えば俺日大行ってたんだけど、うん、上京組と都内から通ってる組って分かれるの、うん、上京組の人ってゴールデンウィークぐらいの期間って帰らない人多いの、うん、もう5日間とかだから、うん、実家帰ってもすぐ戻んなきゃいけないから、うん、でお金がもったいないから、うん、ってなると帰る税の人と帰らない税で、帰らない税は周りに友達いなくなるのよ、うん、だから暇なの、友達がいないから、ね、こっちの方にね。みんなじゃあ DM とかじゃあ見ていい、ゴールデンウィーク楽しんでるの。あれに骨折してどこも出かけられません、来てます。噛みすぎだでも結構 DM 来るのはゴールデン、ちょやりすぎじゃない、ゴルフボールぐらいボツボツになってるよ、やばいって気持ち悪いね。で結構あるのがゴールデンウィークに東京来てる人、うん、で、あのぜひ会いたいです、うん、みたいな DM 結構来るけど、うん、分かった、会いますとはなりません。探してください、結構そこら辺にいるのでゴールデンウィークこそ出なくない、みんな外に。あんま、あー、あやたちはてか YouTuber とか、うん、多分芸能の人は分かんないけど、うん、YouTuber はゴールデンウィークって渋滞もするし、うん、外が人混むわけじゃん、うん、だから外出なくなっちゃう。うん、出ない。うん、本当にみんな言う。だから受験、ゴールデンウィークが終わった瞬間出る。そうだからゴールデンウィーク中にあんまり街に見かけないと思う、 YouTuber 撮影中。うん、残念それ残念だよね。これでもお得な情報書誰も言ってないでしょ。でもさすがに夏休みとかは、うん、もうさすがにしびれ切らしていてます、うんうん、もう仕方ない。うん、なんかゴールデンウィークとかシルバーウィークとか、うん、そういうのは、基本的に出ないことが多いので皆さん期待しないでください。あの出てんのジュキアだけですジュキアだけ渋谷インタビュー、人が多い方がやりやすいから、うん、ジュキアの。だからジュキアとかゴールデンウィークとか渋谷結構いるので渋谷行ってみてください。ということで、お、終わらした。またチャンネル登録、高評価、コメント
これなんだっけ、無断転載お願いします。じゃあねー。 Shoot me down with lethal aim, baby girl, I won't tell a thing. Oh how seasons change, winds picking up, I better look out. Cause you said something, then I said something, now I have nothing. I just want to love you.相談なしに終わらせたこいつ。え、何が今最高のオチだったじゃん。最高のオチだった。うん、まあ、まあまあまあいいんだけど、うん、いつも相談してるんですよ。じゃあ終わらすと今回なかったです。見てこれ気持ち悪い。見てこれ気持ち悪い。こんなずっと撮影中にやってんだよこいつ。全く話集中せず。気持ち悪い。はい、じゃあねー。あ、ちょっと一回 どんな感じだったか一緒に見ましょう。ちょっとこうやってさ、撮影中で、俺がやるとほら、これでかくなっちゃう。ネイルやってないから。だから怒られるっていう、はい、意味わかんないです。さよなら。